はい、ワイユウトトクミユキとアンネット。はいはい、ないでーす。お前、倒そうとすな。違う、なんか違う、ここに入るのにこっちにいるから。ワイユウトトクミユキ、いつもあっちだもんね。そう、だからね、なんか、あ、そっか、いない感覚になっちゃう。なるほどね。はい、ということで今回なんですけども、はい、みんな大好き iPhone SE について、出た、絶対やると伸びるやつ、リーク情報話していきたいと思うんですけども、そう、 iPhone SE 第3世代の、まあ、予想とか iPhone SE プラス、まあ、リーク情報がねあるんで、まあそれの情報や、まあ、予想などを、まあ、まとめてみたんで、まあこれらについて話していきたいと思います。じゃあ今回話すのが iPhone SE か iPhone SE プラスかっていうのと、まあサイズとデザインどうなのかっていうのと、あと性能と値段と、あとまとめについて話していきたいと思います。ということでレッツジョブズ。はい、じゃあ名称は iPhone SE か、まあ、iPhone SE プラスかっていうことで討論されてるんですけども、現在的中率 100%、まあ、これは Apple トラックよりで、ディスプレイアナリストのロス・ヤング氏は10月26日 Twitter で2022年に発売されるとするっていうのを、まあ、4.7 インチのものを iPhone SE プラスと呼び、まあ、2024年に発売されるとするんだったら 5.7 インチもしくは 6.1 インチのものを iPhone SE 第3世代と、まあ、呼ぶっていう予想が立てられております。ん、ちょっといい、 4.7 インチってめっちゃ小さくない？まあそうだね、今の iPhone その12ミニとか 5.4 じゃなかったっけ、あのホームボタンがついてる、あ、ボタン、あーなるほどね。そう、これディスプレイ今の SE2 でしょ。で 5.7 インチもしくは 6.1 インチっていう、まあ、iPhone SE 第3世代と呼ぶっていう予想ね。でこの予測はかなり大胆だけどかなり期待が持てるっていう。へえ。でプラスは大きいという意味ではなく5G で速いという意味で、まあ、意味付けられるっていう予想。 5G なの？うん、もう時代は 5G なんですよ。うーん、そう、一応これロス・ヤング氏のツイッターですね。あ、でもそっか、今更 4G 出さないよな、そう考えて。うん、まあ、しかし2022年のものを iPhone SE 第3世代、2024年のものを iPhone SE 第4世代という名称になれるっていうのも、まあ、考えられる。で、大きさ、まあ、2022年 4.7 インチのものを、まあ、iPhone SE 第3世代、2024年は 5.7 インチもしくは 6.1 インチのものを iPhone SE プラスっていう名称になるかもしれないっていうね。で、もしロス・ヤング氏が、まあ、この予想が的中したらもう本当にすごい、マジですごい。え、どれぐらいミンチ超える？ミンチ超えちゃうんじゃない？本当に？で、的中率 100%、まあ、継続だからね。なるほどね、絶対なかったじゃん。なにくんが好きなインサイダーだっけ、なんだっけ、ガチインサイダーインサイダーってか普通にこの人はディスプレイの人だから。名称はどうなるのかは、まあ、正直わからないので、まあ今回便宜上、まあ、iPhone SE 2022年と iPhone SE 2024年と呼びたいと思います。なんかアップル変えてきそうだね。そう、 iPhone SE MAX とか、そう絶対言ってくれ。 iPhone SE マジでリンク嫌いだから。いやー、名前はわかんないですね。で、サイズとデザイン、サイズは先ほど少し話したんですけども、 iPhone SE 2022年は iPhone 8や iPhone SE 第2世代と同じ 4.7 インチになり、ホームボタンがつくんじゃないかっていうのをロス・ヤング氏とミンチェク・ウォッチと、あとディジタイムと日経アジアがまあ言ってた。もうこれ確実じゃないかって。で、そして iPhone SE 2024年は iPhone X に近い 5.7 インチもしくは iPhone XR と同じデザインの 6.1 インチになり、フルディスプレイでノッチではなくパンチホールになり、電源ボタンにタッチ ID がつくんじゃないかっていうのをロス・ヤング氏が言ってるんですけど、パンチホールは、いや、なったら俺嬉しいんだけど、すごい好き。あ、ノッチ嫌いなの？え、好きだよ。シンプル。そう、なんかやってほしい。で、また10月20日に My Driver っていう中国のサイトで、まあ、2022年モデルに 10R と同じデザインを使い、まあ、Face ID を継続させるのに加えて電源ボタンに Touch ID の両方つくんじゃないかっていうのも言われてるの。で、これはあんまり信用できないかなっていう感じかな。あ、信用できないんだ。そう。じゃあ俺が言った方が当たんじゃないの？で、君の方が信用できないです。で、そして両方とも LCD ディスプレイとなり、まあ、iPhone としては最後の LCD 機になるって言われてる。そう、ディスプレイはね、焼き付きとか少ないって言われてるんだけどね、 LCD の方が。 OLED ディスプレイは iPhone X から始まり、今の13とか OLED になってるっていうね。あ、マジで？でも一応ね、 Apple 製品はその焼き付き防止っていう機能も公表はしてないんだけど、ちゃんとしてるみたいな。えー、まあ、完全にしないかって言ったらそういうわけでもないんだけどね。
すごいね、そういうところ。で、パンチホール付きの 10R をモチーフしたコンセプト。ガチパンチする。でもそんな感じよ、本当に。え、場所なんか真ん中かと思ってた。ああ。今日、なんかこの、これはまあ、中央。コンセプトだから、なんとも言えない。じゃあ次、性能について。性能なんですけど、2022年モデルに搭載されるチップは iPhone 13シリーズと同じ A15 バイオニックチップになるんじゃないかっていう。で、という、ん？強くない？それ。そう、強い。24年？22。来年に？来年。15？ うん。すご。つくと思う。そんなもん、そういうもん。そういうもんだと思う。前回の iPhone SE もそんな落としてないっていうか、結構機能乗せてきたじゃん。12と一緒だっけ？11だっけ？11。この時の最新のチップ入れてきた。あ、すごいね、それは人気で。結構すごかったよ。今回も、まあ、最新のチップなんじゃないかっていうね。あー、激アツだ。ね。で、最新チップを搭載するなら2024年だと A17 バイオニックチップになるんじゃないかなっていう。17。17。響き好きだね。ダンスしちゃいした。どんな偏見なんですか、それは。次、カメラは2022年モデルでは、まあ、単眼、まあ、これシングルカメラ、一つのカメラ、今と同じ感じで、ね、イメージだった。で、2024年のモデルでは、まあ、二眼になるんじゃないかっていうね。で、ナイトモードなどの機能はないんじゃないかっていう思います。あ、そこまで優しくないんだ。うん、 SE だもんね、あくまでちょっと下だけでいい、撮れればいいやみたいな。あ、カメラも、まあ、SE 第2世代よりも良くなってるはず。まあそれは同じはないんじゃない。そして一番の目玉といったら 5G 対応。目玉そうです、その目玉っすよ、もうマジで。で、筐体の進化がなくて中身が進化するなら、ロスヤング氏の言う大きくなくても、まあ、iPhone SE プラスっていうネーミングはかなり有力なんじゃないかっていう。まあ正直ね、2024年モデルはまだ先の話なんで、出るかも分からず、まあ、全然情報がないっていうので、まあ、信憑性が薄いっていうね。じゃあ次、値段で、2022年と2024年モデル主に値段は399ドルとなると言われていて、現行の iPhone SE 第2世代と、まあ、同じ価格なんじゃないかっていう、まあ、日本円で税込み4万9800円となります。で、 Apple Watch シリーズ7のように、まあ実際には日本だけ、まあ、値上げかもしくは値下げする可能性もあるので注意が必要。じゃあ値下げがいいな。いや値上げだな。値上げなの？いや分かんない、今の経済状況だと値上げしそうじゃね。まあ安くなることはないだろうね。で、 64GB、 128GB、 あと 256GB のラインナップになり、まあ5から6万で手に入るんじゃないかっていう。カメラの機能いらないとかだったら SE でもいいし。 SE でも人気、そうだから人気だから、ね、で、そうなると、まあかなり安い値段で 5G 対応かつチップも最高峰のスマホとなり、まあコスパ最強になるんじゃないかっていうね。うわー、 SE 好き派？俺 SE いいかもしんないって思うけど。なるほどね。いや今だったらね、 SE いいなって思うけど。じゃあ今回まとめに入るんですけども、 iPhone SE 2022年モデルは名称は iPhone SE プラスになるんじゃないかっていうのと、まあデザインの変更はなしでホームボタンはありで、 LCD 4.7 インチディスプレイで最後の LCD なんじゃないかっていうのと、まあ最新の A15 バイオニックチップ搭載で 5G 対応で税込み 49,800 円からなんじゃないかっていうのと、あと iPhone SE の、まあ、2024年モデル、まあ、名称は iPhone SE 第3世代カッコ狩りになるんじゃないかっていうので、 iPhone XR のようなデザインで電源ボタンにタッチ ID で、ノッチがなくなりパンチホールになる。で、こちらも、まあ、税込み 49,800 円っていう同じ値段になるんじゃないかな。あ、値段は一緒だけど、まあ、時期的な問題で、そう、時期的に、ね、そう、多分廃盤になるんじゃないかな。 SE シリーズはかなりコスパがいいので、まあ、出た時に購入を即決してもいいレベルです。確かにっていうね。そしてね、 AirPods 第3世代が対応してね、マグセーフはね、さすがにね、対応してほしいよね。パチャッしそうだよね。これ対応したんでね、あ、動画やったんで、まあ見てみてください。ショートだっけ？両方。皆さん、SE どうですか？まあ、結構ね、前回動画上げてすごい好評だったんでね、っていうことで。確かに伸びたね。気になったらコメントしていただけたらね、ゆうきくんか七人くんどっちかが返すんで、まあ、僕は基本返さないんで。ネットくんにファンレターでも送ってもいいんで、まあ、ぜひあのチャンネル登録、高評価もお願いします。お願いします。ということで、今回も見ていただきありがとうございました。ありがとうございました。ということで、次回もレッツライド。で、 SGE シリーズ、 SDGs シリーズ、ごめん、 SDGs シリーズでもあるんだよ、アップルは失礼しました